おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ3538です。はい、今回紹介するのはですね、前回前々回でね紹介しました小石川エマですね。そちらとね同時発売されたオプションパーツみたいなやつ、そちらをね今回やっていきたいと思います。それがこちら、ジャンと。はい、こちらですね、総裁少女庭園アフタースクール天使と悪魔の誘惑セット、こちらをねやっていきたいと思います。で、前回紹介したこちらですね、エマがおりますけど、一応こいつをベースに組み付けることができるっていうかね、組み合わせることができるようなものとなっております。で、こちらの周りにいるね、これだったりこれだったりっていうこの辺のやつがこちらのセットになっておりますよ。ただ写真は撮影用に塗装されてますということで、果たしてどんな感じなのかっていうのがね、ちょっと気になる形になっておりますよと。パッケージはこの味、ことぶき屋ショップ限定って書いてますけどね、多分普通に買えるんじゃないかなと思いますけど、一応こちらと。で、横を見るとこういう感じですね。セット内容としましてはこういう感じと。表情パーツがセットになっているのと、ここのパーツの使用方法がわかりますよね。一応こんな感じのものがありました。これもなんかね、ちっちゃいやつからね、一応こんな感じで、横がこうなってて、反対面、裏面がこちらですね。まあ先ほどね、横にあったやつと同じような感じで、ね、こういう風に載っておりますよと。はい、まあ内容としてはね、そこまで多くはないですけどね、果たしてどれだけ組み立てるのかっていうね、そういう感じだと思いますよと。では早速ですね、こちらから開けていきましょう。ではレッツオープン。はい、箱から出したのがこの形となります。ちょっとぐちゃってなってますけどね、一応こんな感じになっております。とりあえず紙物は後にして、先にランナーから見ていきたいと思います。とりあえずこちらにね、白い袋みたいなやつがありますよと。それとスカートパーツみたいなやつがありまして、反対面ですね、ここのところにコントローラーとかね、黒いパターンのスカートみたいな、こんな感じのものがありましたと。で、ここで肌色のパーツがありまして、ここにのっぺらフェイス、これね、足なのかなみたいな、腕なのかなみたいな、こんな感じのパーツと、ここにですね、顔のパーツが入ってきておりますよと。それ以外のね、こちらのところに、ひらっとしたやつですね。これは多分、ポテトチップスなのかなみたいなね、そんな感じのパーツだと思います。で、裏面に行きまして、何かしらの棒、髪の毛パーツみたいなやつ。これが台座かな。で、この辺にですね、ここも髪の毛パーツですけど、この辺ちょっとね、メカっぽい感じのものがありますよと。で、ここのところに、これですね、クリアパーツですね。ちょっと分かりづらいと思いますけど、結構色が濃いんですけどね、ボトルがありますよと。それと表情パーツがね、こんな感じで入ってきております。セット内容はこんな感じ。私の予想よりもはるかに色分けされてるってね、予想では単色でね組み立ててもなーと思ってましたけど、これでもね、素組みの状態でもいい感じに仕上がるんじゃないかなと思っております。で、デカールですね、これが入ってきておりますよと。この辺を貼るだけでも、この袋はね、いい感じに仕上がったりとかするのかなという感じですね。で、説明書がこちらですと。こちらが表かな、こっちにするか。はい、で、まあ一応中身に関しましては、こうやってね見て、ここで初めてね商品名が出ますけど、アフタースクール天使と悪魔の誘惑セットパーツリストとなっております。セット内容はこの感じで、まず組み立てに関しましては、まずは天使の方から作りますよと。で、悪魔の方も作ると。まあ基本的にね、似たような構造で作りますので、パーツがね混ざらないように一応気をつけましょうと。で、あとはコントローラーだったりポテチですね。それからコーラのボトルと、中間パーツをですね、取り付け向きを変えることによって右手用だったり左手用だったりすることができると。ミニアグニレイジの組み立てということで、こんな感じで組んでいきましょうよと。はい、で、台座への組み付けとかね、あとはエマとのね連携方法ですね。こちらの支柱を組み付けることによってベースに生えてるやつですね、これに対してつければね、浮かせることができるみたいな、そんな感じかなと。で、あとは保持方法だったりとかね、こんな感じでね、ディスプレイ方法が載ってきておりますよと。あとは付属のね、フェイスパーツの組み付け方法が載ってきておりましたと。一応こちらですね、カラーガイドがあります。デカールとかね、そちらのお話だったりとかが載ってきておりますよと。はい、ここら辺はね、まあいい感じなのかなと。まああとここはね、デカール貼るか貼らないかって感じになりますけど、こいつがね、多分真っ赤っかでね、終わってしまうと思うんでね、こんな感じで仕上げたいんであれば、カラーガイドにね、従って塗る必要性がありますね。はい、一応こんな感じ。とりあえず、組み立て、ギミック、1回でいきたいと思いますんでね、早速、パーツ意識、ざっと用意してしまいたいと思います。はい、パーツ意識準備できました。ここの部分が天使ですね。で、こちらが悪魔ですよと。で、こちらのところに、ミニアグニレイジですね。それと、コントローラーとかね、こちらのパーツを用意してありますよと。で、こちらですね。ポテチの方の袋ですね、こちらの面とこちらの面、付属のデカールはね貼っておきましたと。ただもう一個ね、貼る必要性がある部分はね、こちらにありますけど、そこの部分はね、後でお話ししたいと思います。まずは天使の方から組み立てましょうと。
スカートパーツはこちらですね。これを用意しますよと。で、こちらの内部のところに足を入れると。こちらの足パーツに関してはね、あくまと形状が違いますんでね、十分確認しながらこんな感じで入れると。上のところには腕パーツを入れますが、これもですね、ちょっとわかりづらいですけど、前後でね、形状決まっておりますんで、それを把握しながら入れますよと。入れるとこんな感じ仕上がると。で、後ろ髪を用意しましょうと。後ろ髪自体は、天使も悪魔も形状一緒と。で、こちらのところに対して、この髪の毛パーツを入れます。ここのパーツはですね、天使と悪魔で形状が違いますんで、その部分はちょっと見ていきたいと思いますが、とりあえずこんな感じで、ね、組み合わせると。で、内部のところですね。そちらのところに対して、こちらの羽ですね。これを内部にブスッと入れてあげると。はい。ここにね、入れてあげますよと。そして、組んでおいたボディーパーツの方の、この上のところね、上のところに対して、フェイスパーツを入れて、で、小道具のパーツをブスッと入れてあげましょう。あとは前髪を入れてあげると。はい。これでね、天使完成と。あとは、こちらにね、穴がありますんで、そこに対してベースを入れると。こちらね、雲みたいなね、こちらのやつが、天使用のね、ベースになりますんでね、これブスッと入れておきましょう。はい。一応、この形。で、悪魔の方も基本的にね、構造はね、似ておりますが、これをね、入れますよと。スカートパーツの内部に下半身というかね、これを入れると。で、こちらが入りましたら腕を入れると。これに関しては、天使に比べて分かりやすいですね。右手が上がってるように作ってあげるという感じですね。こんな感じで入れますよと。で、これが出来上がりましたら先ほどとね、同じような感じで後頭パーツを作りますよと。とりあえず説明書とちょっと変えてみようかなと。羽パーツをあらかじめ中に入れてみようかなと。で、これが入りましたら、こちらのパーツをここに入れてあげると。うん、これでもいけますね。で、こちらとの違いというのが、中間に入れたパーツはね、こちらね、天使の方はつるんとしておりますけど、悪魔の方はね、角みたいなやつがありますよね。ここで形状を把握すると。で、あとはフェイスパーツをここにブスッと差し込んであげまして、で、あとは後頭部パーツを先ほどと同様に入れて、前髪パーツを組み付けてあげますよと。そういうふうにね、前髪部分と手が当たるんでね、ここの部分一応干渉をね、回避させながら入れてあげると。入れるとこんな感じですね。で、あとこいつはね、ベースにつけますけど、今度はね、星型ですね。これをここに入れてあげると。これで天使と悪魔の方が完成という形になります。次に作るのが、とりあえずミニアグニレイジ行きましょうかと。ミニアグニレイジに関しましては、足ですね。とりあえずこちらをね、用意してあげまして、で、こちらの足のね、横のところに小さなね、穴がありますよと。そこに対してまた小さなね、こちらのね、パーツをぶっ刺すと。ここの部分に関しては、破損もそうですけど、切り離すときにピンってね、飛ばさないように気をつけながら、こういう風につけてあげましょうと。反対もね、同じような感じで入れてあげますよと。この非常に小さなパーツ。とりあえずこちらね、成形色でね、真っ赤っかになっておりますけどね。塗装するとね、完成度は高くなると思います。で、足が用意できましたんで、こちらがね、中心部分になりますけどね。こちらのパーツの穴がですね、2箇所ありまして、その中の下の方に対して、こちらのですね、組んでおいた足パーツを入れますよと。で、反対も入れると。これ自体は、ちょっと、つけづらいと思いますんで、一応ね、破損とかさせないように、ね、気をつけながらね、このところにブスッと入れてあげますよと。で、こちらのパーツが入りましたら、非常に分かりづらいですよね。2箇所溝がありますんで、そこに対してね、こちらのパーツを入れますよと。こちらのね、薄い方。これがね、頭部側、上の方にはまります。こちらね、ちょっと厚めなね、二重になってるやつが、下の方に入りますよと。で、これがですね、所定のポジションに、ブスリとね、入りましたら。あとはですね、もう1箇所の穴のところに対して、こちらの羽みたいなやつですね。これを入れると。ここにね、爪みたいなやつがありますけどね。これが一応下になるような感じで入れてあげましょう。これ、かなり細いでね。刺すときに変なテンションかかったりとかするとね、折れたり、ねじ切れたりしますので気をつけましょうと。これでミニアグニレイジ完成と。あと、こいつをですね、尻尾あたりのこの辺にブスッと差し込んで、スライドさせることによって組み付けることができますので、あと、ここに対してね、ミニフライングベースをつけることによって浮かせることができるというふうになっております。あとはこちらのコントローラーですね。これに関してはこのパーツをね、ここに組み付けることによって完成という形になりますよと。ただ、合わせる位置をね、うまく入れないと、うまくはまりませんのでね、これでちょっと気をつけながらね、しっかりとね、ここに組み付けてあげましょう。はい。これでね、コントローラー完成と。あとは、こちらね、
ポテチの袋に関しましてはね、こちらチップスの方がねありますんで、ざっと入れておいてもいいですし、単品でもね運用することができるんで、まあ一応この感じでね入れておきましょうかと。はい、入れるとこんな感じ。ちなみに袋の部分に関しましては、今回成形色のねまんまでデカール貼っておりますけどね、本来はちょっとね中身のチップスとかね、こちらと同じような感じのね色に塗る必要性があるみたいなので、まあ塗った方がいいと思いますけどね、まあ一応こんな感じでポテチの方も出来上がったと。で、あとはこちらのボトルですね、こちらがありまして、ここに非常に小さなパーツがありますけどね、これが一応蓋ですね。これをここに入れておきましょう。このパーツ一回吹っ飛ばしてね紛失したので、ここの部分はね真面目に気をつけた方がいいですけどね、一応こんな感じでこちらのパーツ入れると。で、こちらの中間のところにこちらのパーツを入れますよと。そのパーツというのがねこいつになっておりますが、これの入れ方によってね右手用と左手用というふうにね変わってきますので、この部分は気をつけて作る必要性がありますよと。内側のですね、ここの軸のすぐ下のところにね内部のところに溝がありますので、こちらを上にしてね組んだ場合は、一応仕上がりとしてはねこういう形にはなりますが、一応これでね左手用になります。右手用にするときにはこちらのパーツをねひっくり返す必要性があるみたいですね。一応こうすると右手用と、一応こう分かりづらいと思うんですけどね、軸の位置が中心よりちょっとずれてるんですね。それによって右左の判別という感じになっております。ここの部分に対して付属のデカールをねペロッと貼る必要性がありまして、それによってね右用と左用ということでね、ラベルがね逆さまになってしまいますんで、ここの部分はデカール2枚、このパーツ2個っていうね左右で対応できるようにね立ってた方が良かったなと思いますけどね。一応これでねボトルを作りますよと。組み立て作業自体はこれにて完了という感じとなっておりましたと。ではですね、前回紹介しましたこちらですね、小石川エマ、こちらでね軽くね合わせていきたいと思います。とりあえずこちらねアームのね関係のお話をしたいと思いますが、その前に天使と悪魔を見ようかなと。こちらが天使で、正面がこちらですよ、横ですよ、後ろ反対側上という感じになっております。成形色でねここまで再現されてはねいるんですけど、顔の部分がね肌色一色なんでかなり分かりづらいんで、ここの部分はね塗装とかをした方がいいと思います。頭についてるカチューシャですね、そこの部分もこちらとね合わせるようにね塗った方がいいと思います。で、さらにこちらね悪魔の方を見ていこうかなと。で、正面がこちら、横ですよ、後ろ反対側、そして上という風になっております。こちらもね同じですね、顔の部分もねあっさりしてるんで塗った方がいいのと、カチューシャもそうと。多分こちらね角っていうかね、ここの部分もそうですし、腕もですねこちら肌色一色ですけど、本来はこれね黒っぽいんですよね。なのでこの部分ね塗った方がいいと思いますけどね、一応こんな感じで天使と悪魔という風にあります。で、単品でディスプレイするんだったらこんな感じでねディスプレイできますが、それ以外にこちらにですねアームがありますんでね、こいつをつけて同時にねディスプレイすることができますよと。その時に使うのがこちらのですね支柱パーツの横の、ここのピンのところに対してこいつを入れると。今まで総裁少女庭園シリーズね、こちらのね台座を使っておりましたけど、ここのピンが活用されるのはね今回が初じゃないかなと思いますけどね。一応こんな感じでねつけることによって、ここの部分に対して天使と悪魔をつけることができると。こちらね台座を外してね、これブスッと差し込んであげればこんな感じで浮かせることができると。もう一体天使もねつけておきましょうかと。こんな感じでねディスプレイができますんでね、これは結構いいんじゃないかなと。ただまあ運用方法はかなり限られるんでね、今後はどうかと思いますけど、一応こんな感じでねつけることができましたよと。これはこれでいいですね。はい、一応こんな感じと。あとのですねこちらのボトルとかねに関しましては、エマの方にねついてきております手首パーツをね組み合わせてあげれば保持させることができる。ただこちらの部分ね右左でね専用のものになっておりますんで、これがちょっとややこしいかなと。あとこいつはそのままねディスプレイしておしまいになっておりますよね。これも別途ねフライングベースを使うことによって浮かせることができると。ただこの辺ね縁とかね白っぽい部分がね結構あるみたいなんで、塗装してあげないとちょっとあっさり気味なんでね物足りないと思いますんで、腕に自信がある方は塗った方がいいと思いますね。ただ組むときにね細い部分がありますんで、変な力をかけると折れますんでね気をつけながら作りましょう。はい、あとはポテチですね。これに関しましては中身ねこんな感じでザラッと入れておりますからね、こちらのパーツがねこんな感じでありましたよと。これもただ単にね肌色なんでね、これはまあ頑張ってね塗ってみるといいと思いますけどね、一応こんな感じのねポテチというのもありましたと。これ自体は保持させる手首パーツっていうのがねありませんのでね、平手とかを使ってまあ頑張ってね持たせる感じかなと。はい、では表情パーツのお話をしていこうかなと。
表情パーツに関しましては、今回のエマ専用のね、表情パーツが2種類あります。もともとついてるやつはね、また違う雰囲気になっております。それと、のっぺらフェイスもありますし、付属のね、デカールがありますんでね。こちら両方ともね、正面目線ですけどね。右目線とか左目線をね、作ることができますんでね。好みの表情パーツをね、増やすことができると。とりあえず、こいつにしようかなと。組み替え方法はね、前回のギミック編でやりましたけどね。そちらと同様で、今ついてるやつを外してあげまして、今回のね、アフタースクールの方のやつを組み付けてあげると。このような感じにね、することができると。まあ、またね、印象が違う感じに仕上がると。これもですね、髪型の違いでね、またいろいろ変えることができるんでね、これはこれでなかなかいいんじゃないかなと。セット内容としましてはこんな感じになっておりました。まあ、もともとですね、今回の、こちらね、エマに関しましてはね、フルセット版というかね、そちらを買っておりますんで、付属品はね、比較的ね、多めにありましたけど、それをね、さらに補うような感じでね、追加パーツとして、天使とね、悪魔とか、こちらね、小さいやつとかね、ボトルとか、いろいろね、アイテムがあったんで、さらに表情パーツもあるんでね、まあなかなかね、ボリュームがあっていいんじゃないかなと思いますね。予想よりも、色味ですね。天使と悪魔もボトルもですね、この辺がですね、単色でね、素組みだと話にならないかなと思ったんですけどね、成型色ね、分けられておりましてね、組むだけでこの完成度、なかなかいいと思います。ただやっぱり惜しいのはですね、まあボトルのね、ここのラベルのね、問題もそうなんですけど、店頭販売ではなく、オンラインショップ限定という風になっておりますので、機会を逃すとね、なかなか買えない可能性もありますんでね、このセットの内容であればね、一般販売でも良かったんじゃないかなってね、ちょっと思ってしまいますけど、まあなかなかね、ボリュームあって、組み合わせてね、楽しむことができる内容なので、気になった方はね、チェックしていただきたいと思います。はい。ということで今回ですね、総裁少女庭園。アフタースクール天使と悪魔の誘惑セット、こちらですね、組み立てからね、組み合わせまでやっていきました。はい、ということで次回ですね、次回はですね、以前紹介したことがあるやつ、そちらにね、組み合わせることができる大型パーツというかね、そんな感じのね、ものをね、装備しているとあるキャラクターをね、次回からやっていきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。